あのめっちゃ傘が飛び出てますよこれ刺すもんなんで、ね、え、そうなの？やばいね、面白い。行こうかな。よし、行こう。はい、今日は、はい、ゆかちゃん、JR 九州2023年春編を泣きながら行こうか。はい、初めここ今南荒尾駅を出て、次目的地が荒尾ひがぽ水通りシッチセンターダブルシートイレ付きでもよかったね、今日ね、雨降ってなくて。そうだね、いや、また降りそうじゃない。降りそう、おばちゃんだって歩くの気ないね。え、あ、今度ね、荒尾干潟、今から行くとこシッチセンター、うん、で、荒尾干潟のロゴマーク入りの缶バッジくれるんだって。あら、もらえるんです。先着300名。干潟のマーク缶バッジなんやろね、うん、へぇー、楽しみ。あとこれ、これのついてるよ、ゼビオの200円券。ゼビオ、ゼビオ、ゼビオってあのウェア、スポーツウェアが売ってるよ。そうあの協賛、まだこれジュースもらったやん。はい、明治も協賛してるっつった。あ、そうなんだ。そのこの JR 九州がしてるやつはこのゼビオと笑顔と明治と、あとなんか卵、卵、これは卵は協賛してなかったんだけど、うん、だけん今日明治がもらえた。これは明治が協賛しとったからね。ゼビオは何？200円割り、2000円以上の買い物。はい、いいね。100円で買えちゃいます。ね、あ、でも、うん、運動するから欲しいね。欲しいね、いいね。うん、水着はある？あ、水着ない。あ、でも水着ネット安いね。それ言ってしまえばもう終わりです。終わりですね。え、飲み物飲もうよ、もらった飲み物。はい、今日飲み物もね、入り口でもらったの。そう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 、カレカレカレ、メイバランス。これ何、先着何名様って決まってるでしょ。あ、そうそう、これも決まってたけどもう忘れた。200ぐらい、狭いな、ここでも。なんか地図見らんくても流れに沿っていけばつくね。セブンイレブンから接するって書いてあった。こっち？ああ、あれだ。こんなやつあるやん。ありがたいね。ちか、運動になるこれ。やったまで行って、うん、えずこでゴミ拾いして、でまた新水前寺駅がゴールみたいな。なんか地域清掃活動みたいな。いいね、えずこがゴール、うん、はい、今セブンから曲がったから、うん、ここやん、もうゴールやん。そろそろそこ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 見えてきた、見えてきた。え、なんかほらちょっと景色違うくない？ほんとだね、え、いい感じよ。シャンプル伸ばせるよ。それとはここほら、ギューン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 、気持ちできた。お父さん自身が、あ、着いたI'm sorry.
現在やっております。はい、おはようございます。おはようございます。正面にはあの貝殻のお絵描きとやっております。はい、左手にはあのムツゴロウと展示しておりますので、どうぞ。ムツゴロウくん、これやん。あら、貝殻が貝殻にお絵描きできるそうですよ。お持ち帰りもできますので、どうぞご参加ください。どれにする？そうね、肉じゃまね。3個までちょっと。はい、どうもありがとうございます。あのね、水色。3個まで。何？こっちいっぱいある。水色と黄色。黄緑。やば。あのね、お持ち帰りもできるってよ。どうぞ、それからパンまでお持ち帰りできます。はい。うん、ここに。そうですね。皆さんに書いてもらってます。3個なんとか。かわいい。プーさん。著作権大丈夫？プーさん。かわいい。リアル系の3本しか言ってないんだ。え、じゃあ、うん、私は負けじとアンパンマン。アンパンマンだったりでもアンパンマンしか書けないもんだって。ミニオンズ。ミニオンズ。それ難易度高くなったね。うん。だいたいミニオンズってどんな感じだっけ。こんなの手と足つけておけばいいか。ミニオンズって書いておく。誰もわからないよ、これ。うん。なんて。うん、分かんないかもしれない。これはこうかな。あ、緑全部黒に見えてる。あ、それがいかんことか。センスないみたいね。これなんだ、答えるだ。隠れミッキーを探せ。あ、そうそうそう。え、どれ？え、全部潰れてんじゃん。全部潰れてる。え、何それ。隠れミッキーはいませんでした。え、これ完成形。いやー、かわいい。かわいいね。なんだね、自分で撮る。自撮り。うん、お、どうすんの。じゃん、じゃん。はい。帰ってきたね。センスあるね、うちら。あるね。うん。と思ってる自分たちだけ。あ、どうぞ。あ、はーい。自分たちだけ。うまい、ほんとだ。ちょっと巻き地とそんなに隣ぐらい。すごいね、結構みんな。私のつけて。願いを届け。願いこと書いてなかったね。これ願いことなの。いや、特には。あ、お隣さんだ。あ、そうね。
行こうか。ムツゴロウ生きてます。すごい。ムツゴロウ見せよう。ムツゴロウ見たことあるのかな。ムツゴロウのねハート頭の。あ、本当だ。そうなんだ。よく見るとハートの形をしてる。なるほど。ムツゴロウの目ですね。こういう形で。あ、本当だ。かわいすぎる。あら、下にカニがいる。本当だ。また違う生き物ですね。トビハゼもこれが大人のサイズになる。あ、これはシシャモ。シシャモサイズ。綺麗ですね。あ、ムツゴロウ。あ、そうです、そうです。この綺麗にですね、水色の点々があるのがムツゴロウの特徴ですね。そこで見分けていただくと。ハートが可愛いけど、ここに尻尾が出てる、うん。頭が少し出てるんですけど、これが日本ウナギですね。これウナギ。はい、ウナギです。これも真ん中の海岸で取れたウナギです。あら、ちょっと隠れてますよ、ちょっと。うん、高いね。長い。長い。これ何なん？あ、おしゃこが俺いきなり来たこれ、筆をピッピッしたらね、忘れるやつ。あ、甘じゃこや。甘じゃこ。おいしい。何のためのサンプル？あ、ここの使ったサンプル？ここで取れる。あ、ここは何なん？ドローでお絵描きとメッセージを打てよ。貴重な体験です。お絵描きしなくていい？あ、でもこれ持って帰るのが大変ね。うん、行こうか。バラをうまかもんマップ、感動ウォーキングコースだよ。ほら、あ、かわいい。いいね。私もいる。最後は金魚の作品ですね。ですね。ちょっとチラシがそこにあるんですけどね。今日金魚のその会社の真ん中に金魚祭りって書いてあるでしょ。真ん中あそこがゴールです。2回もどうぞ見ていってください。あ、2回もあるんですね。建物よ。うん、おお、これして潜るってこと？檻の養殖。こんな風にほら、こうやってつくんだよ。引っかかるんだよ。ああ、檻だけ。うんうんうん。あ、そっか。いい。こういうのしてみて。作ったね、新聞ね、うん、日本の新聞、綺麗。あ、本当だね。あ、天気が可愛いやん。でも良かったね、晴れて。晴れてじゃない、雨降らないで、うん、あ、すごい。これがの、ね、あれなんだっけ、海とか船つけるやつ。あ、大量型シナモン。何を見る？これ何？干潟を見ないかんとよね。散らさないか、汚さない。どう？うま。美味しいでしょ？美味しい。美味しいよね。あの、見よ見よ。ラムサール条約湿地、アラオ干潟。あ、これで今先の生き物たちがいるのね。マテガイもできるっていう。マテガイ持って帰れるの？すごい。うわーい、広大
が見えるってこと？水か海か。あれは持ってる地図。人がいっぱい。あ、本当だ。え、何あの先生。あ、そうか、JR いっぱいあるからだ。はい。はい、次ここ。今、ここ。で、次か。うん。荒尾市長洲町教会掲示板。掲示板見るのこれ。掲示板って。センターから 2.5 キロ歩いてみた。え？センターから。ああ。虹取り。え？金魚まで3キロ。もうすぐ腰。うん。お弁当見えてない。見えてない。かわいい。ニコ。はい。お弁当。あ！グー！めっちゃ使う。うん。ま。ニラ玉。ちゃん。ニラ玉。うん。あ、干潟。せっかくやけど、そこ。映ってんかな。リアル禁止冒険こっちやん。あ、鳴らそう鳴らそう。おお、日立造船。船作るところ。うん。造船場。あ、超海の匂い。船がほら、いるよ。こっち来てる。これだね、これが長須湖、港、憩い、広場、希望の鐘。これね、Google マップで調べてもなかった。出てこなかった、希望の鐘。はい、飛ばして。待ってよ、金と映らない。いいよ。え？金魚の館みたいよ。あ、違う。あ、そうやん。金魚の館行って、金魚の館。よし、行きましょうかね。あ、船がいい感じ。あら。どこゴール？帰りなさい。
サンライズ。よし、ここが有明フェリー。ここから島原も行けるよ。ここからも、うん、熊本港とここ、三歩三歩進んで二歩下がる、人生はワンツーワンチ、トゥ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 、誰も教えてくれる人がおらんともう終わりや。前回からもそこそこから切れてない歌詞が分からんじゃん。愛し合わせは歩いてこない、だから歩いて行くんだね、一日一歩三日で三歩三歩進んで二歩下がる、人生はワンツーワンツー汗かき、なんだっけなんだっけトゥ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 、花が咲くでしょう。トゥルドゥ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 、ワンツーワンツー歩け。わかんない。